あまり今から行くところは今から行くところはあまり今日はですね、まずはじめにウェポンさんにドッキリを仕掛けようと思います。はい、で今 ちなみにですね、撮影者ゆうくんなんですけども、サプライズっていうのがね、ウェポンさん誕生日が近いんですね。でちょっと早めに、サプライズイベントをやろうかなと思って、今日は、2人で仕掛けていこうかなと思います。ちなみにウェポンさんにはゆうくんのドッキリっていうふうに伝えてるので、ゆうくんが前を仕掛け人ですね。はい、でゆうくんのドッキリを仕掛けるっていう手で一緒に引っかかってあげてくださいっていうような形の、動画にしようかなと思います。なのに本当は蓋を開けてみたらウェポンさんの誕生日パーティーでしたっていう、今日はねドッキリの動画なんですけども、はい、じゃあね今からその誕生日プレゼントの、まあ、本ちゃんのはもう僕たち用意してるんです。でまあそれのですねダミーで、まあ、1個目の面白おかしいねプレゼントを今から用意しようかなと思ってるんで、はい、じゃあ早速いってみましょう。はい、今ですね、今これ何の音が聞こえてるか分かりますかね。ゆうくん分かります？鳥ですね。鳥ですね、そうです。チュン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 言うてるんですけども、そのね、鳥とか言ってるところ、まあちょっとウェポンさんの誕生日プレゼントのダミーの方ですね、なんかちょっと面白いもあるかなと思って、ペット関係のところ、ちなみに今これパークス、ナンバーパークスに来てるんですよね、買い物に。はい、ね、ゆうくん。はい。はい。はい、じゃあね、今日は今、からパークス内でいろいろ買っていきます。あ、ちなみに今日ねアイマスク買いに行くんですけど、2人にはねちょっとユークを引っ掛けるっていう体でアイマスクをつけてもらおうかなと思っております。じゃあ早速中の方を見ていきましょう。見ていきましょう。じゃあねウェポンさんがそういえばねこの間セラピンのおやつをあげてたんが聞いたことがあって、そしてちなみにここに売ってるっていう情報もね聞いたことがあったんですよね。ヤギミルク、おやつのヤギミルクはどこですか、ゆうくん。どこですか、ヤギミルク。探してください。聞いてみましょう。はい。はい。今ですね、分からなくて店員さんに聞いたんですけども、まさかの、そうですね、まさかの。売り切れです。はい、じゃあちょっと次のプレゼントを探しに行きましょう。はい、ちなみに今から、ウェポンさんの誕生日プレゼントを探す場所、そう、ここです。レジバンガー、これはね、結構面白いものが売ってる。そうですね。で、ネタみたいなものでもね、買っていけると思うんで、はい、どんどん中入っていろんなもの探しちゃいましょう。そう、今これ、猫コーナーらしいんですけど、ウェポンさん猫死ぬほど好きなんでバリですね。ちなみにさっきねこのなんか面白そうなのがあったんですよ。これソイ猫、これユウくんが見つけてくれたんですけど、猫のソイ猫をするやつです。ちょっとここら辺から選んでいってみたいなと思ってます。なんかよく見てみるとね顔が結構リアルなんですよね。可愛いというよりも凛々しい。そう、ゆうくんの顔みたいに。じゃあ次行きましょう。はい、これね、ウェポンさんに猫ちゃんでプレゼントしようと思ってます。はい、ですね、今ただいま購入が終わりました。かなり大きい袋に、はい、入っちゃってます。こんなぐらいのデカさですね。だいぶでっかいのが入ってます。これがまあ言えばダミーのねプレゼントですよね、ゆうくん。はい、はい、これでちょっとまず引っ掛けていきたいと思います。ちなみにこれでもまだ終わらないのが僕たちなんで、今からねちょっとさらにネタなプレゼントを用意するために日本橋が近いので歩いて行って、ちょっとどっかそこら辺の UFO キャッチャーで面白いものをね撮っていってやろうかなと
思ってます。はい、もう今の時点でもネタみたいな爆弾含まれているんで、はい、多分ウェポンさんはゲラなんで多分爆笑してくれると思います。なのでゆうくんと、はい、このナオピーで頑張っていきます。はい、じゃあ行っちゃいましょう。おう、はい、今さらにゆうくんが何を買ったんですか。あ、何買ってんねんな。それを知らんかったぞ。それは何？アマゾンギフトか。3000円分です、ね。ほうほう。それは？ウェポンさんがアマゾンで商品がなんかいろいろ買ってんねんな。買うから。オッケーオッケー。なるほど。オッケー。買いました。はい。じゃこれもね、あの本ちゃんのプレゼントの方に組み込んでいきたいなと思っております。はい。何凍ってんねんこれ、焼き鳥なんか凍って。ちょっと抜けがけやないか。俺も腹減ったわ。ちなみに今日、はい、僕ねウェポンさんがあのサプライズイベントするのに知り合いのお店を借りてるんですよ。でそれがね、ちょっと黒毛和牛専門店のお店の名前ジューっていうところなんですけど、ずっとね最近仕事中な、焼肉食べたい、しゃぶしゃぶ食べたい、ずっと言ってるんで、ちょっとねええとこ連れて行こうかなと思って予約取ってるんで、撮影許可ももらってるんで、はい、ちょっとまた連れて行こうかなと思います。あと僕たちが買うのは UFO キャッチャーと、UFO キャッチャーの景品とアイマスクですね。そんだけです。じゃあ続いていっちゃいましょう。ほらバチ当たった、ほらバチ当たった。こういうのバチって言うねんで、罰や罪や。どんまい。じゃあ続いていっちゃいましょう。はい、今2人につけていただく、ゆうくんとウェポンさんがつけるアイマスクですね。ちょっとネタっぽいの100均で買っちゃいました。はい、アイマスクも揃ったんで、あとは UFO キャッチャーですね。はい、ちょっといっちゃいます。 GO！ はい、じゃあね、今からウェポンさんの非常食、これね多分非常食になるんじゃないかな。ちょっとバンバンやっていきましょう。2人で協力して、いっぱいウェポンさんの非常食、これね、あ、危ない、車来てる。非常食、中身開けて。非常食のね、チキンラーメン大量に確保してきました。ガムと風船ガムとね、はい、これをね、もう嫌っちょほどね食べてもらいましょう。はい、じゃあもう今からね、完全なるセッティングに入りますんで、ねえゆうくん、はい、しっかりセッティングして、誕生日祝いたいと思います。はい、だいぶ前乗りのフライングゲットですね。はい、頑張っていきます。Let's fly。 はい、じゃあですね、今日、まずドッキリを仕掛けるお店なんですけど、このジューっていうお店です。はい、黒毛和牛専門店のね、すごい美味しいお肉を出してくれるジューっていうね、はい、お店なんですけど、これがあっちゃんっていう僕の、友人ですね。はい、今日はいい感じでね、いろんなサプライズやってくれると思うんで、まあそのサプライズというよりかね、もう作戦ですね、うまいことやっていきたいと思います。まあなんかお店の良さ的なものはどんな感じですかね。そうです、うちのお店でしたらお客様一人一人特別な空間を楽しんでいただくというのが、なるほど、お店のコンセプトにもありますので、なるほど、上質な空間を設定されております。はい、こんな空間の中で楽しんでお食事して、はい、なるほど、いただければ。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はね、ジューというこのお店ですね、多分ネットで検索したらすぐ出てくると思うんで、はい、ぜひ近くに寄られた時はご予約して、はい、皆さん来てください。お待ちしております。はい、すいません、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、まあせやね。で、まあね、今ね、2人がね来たんでね、ちょっと僕がね異世界にご案内しようかなと思っております。はい、もう僕が散々挨拶したんで、あ、まあこれゆうくんかな。まあでも異世界に連れて行くために、いや、ちょ待って、これが異世界、ちょ待って、ちょつけてみて。何ですか。おおおおおおお、ほんで撮ってみて。何も変われへんめっちゃ失礼。ほんで、いやー、そんな感じで、ウェポンさんはね、これですね。はい、でウェポンさんにはこれをね、つけてもらいます。で、2人を今から逆ですね、それ逆ですね、逆ですね。で、まあちなみになんですけど、あまり今から行くところは今から行くところはあまり
あまり騒ぎすぎるとちょっと NG かもわかんない。そんなとこ。まあね、ちょっと2人を異世界に連れていくということで。で、今から2人を異世界に連れていきます。に当たってなんですけども、はい、目隠しをしてもう今から歩いてもらいます。ちなみに2人で歩いてどのくらいですか？歩いてですか？まあ多分ゆっくり歩いて5分かからんのちゃうかな。そんなに、はい、その時間もアイマスクで。いや大丈夫です、アイマスク持ってもらって、はい、僕が店入る前に、店入って席に着くまでつけといてもらいます。はい、行きましょう。はい、つけてください。じゃあ目隠しして、はいはい、歩いていってください。僕このままで。前は歩いてる。じゃあ僕は前歩きましょう。怖い。まあね、絶対外しちゃダメですよ。事故る時だけ外してくださいって言うんで。ちょっと左寄りましょうか。左寄りましょうか。OK です。事故外す瞬間事故る。はい、もうちょっとゆうくん大丈夫？いけてる？後ろ。いけてる？あ、ちゃんと掴んでてや。俺の後ろもついてきてや。もうすぐですね。もうだいぶ近づいてます。はい、お店には到着しました。ここから階段です。はい、左向いて上りですか？はい、下りです。今から下り、今から下りです。ちょ、壁を持たせて。壁はね、ないです。はい、じゃあ僕を持っててください。はい、1、2。あ、OKOKOK。 まっすぐの階段。そうです、まっすぐの階段です。はい、怖い。じゃあこのまま、じゃあ僕の背中持ってください。もう階段ない？ないです。しょうがないですか？いらっしゃいませ。もちろんいらっしゃいませ。もう階段ないです。静かに。そのまますぐ歩いてください。どこ？そこ椅子です。それです。これ？はい。それに座ってください。まだ外しちゃダメですよ。クリック。おすすめの動画はここをクリック。